はい、ファン、はい、ピー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 はい、視聴者の方がいただきましてありがとうございます。そして、商品いっぱい入ってましたけども、4つ目こちらですね。グラピカですよ。いや、これはですね、袋からこれが覗いてたとこを発見した時はね、もう嬉しかったですね。ありがとうございますって感じでしたね。これはですね、一番くじなのか、UFO キャッチャーなのか、ちょっとわかんないんですけど、いただきましたね。これはね、あれかな。ウボウと戦った時のやつですかね。ちょっとわかんないですけどね。本当にありがとうございます。これも飾らせていただきます。ありがとうございます。はい。まあ、視聴者の方とね、偶然お会いしたわけですけれどもね、先日。はい。まあ、本当にですね、偶然で、こういった経験をですね、過去、YouTube やって2年、2011、2年ちょい経つのかな。はい。で、2回目ということなんですけどもね。はい。まあ、まあ私のね、登録者は今1200人ぐらいですから、それからすると本当にね、極めて、偶然という形なんですけれどもね。なんかね、その視聴者の方、最初女の子と会いました。その後弟さんと会いました。で、お母さんとも会いました。はい。で、話聞きますと、まず、その中学生の、一番下のかな、弟さんがよく、僕の動画ね、見てくださってるということで、はい。で、その後に、お姉さんですね。最初お会いしたしてですね。お姉さんがですね、見始めてくれたということなんですね。で、その後ですかね、お母さんも見てくれたということで、なかなかね、まあ、お母さんもおっしゃってましたけども、まあ、あれ見るとね、あれで、まあ、私の動画ですね、見ると、まあ、欲しくなっちゃうものもあるというようなことでおっしゃってましたね。僕としてはですね、なんだろうな、視聴者の方と本当にそこまで深くね、お話しできるってことはもう初めてでしたので、あ、僕なんかの動画で欲しくなっちゃうってことがあるんだっていうふうにね、正直思いましたね。はい。本当にですね、ある種、本当に食べてるだけっていうかね、はい。好きなものを食べてるだけなんで。本のね、レビューとかもね、昔やってた時は、もうぜひこの本すごくいいんで見てください、みたいな感じあったんですけど、食べるのって、ね、本当に食べるだけなんでね、それを見て本当にね、欲しくなっちゃうっていうね、人がいるっていうのがすごくね、僕の中では本当になんか、ありがたいしね、やっててよかったなというふうにね、思いましたね。はい。で、弟さんもですね、私のですね、動画、もう1日2本も3本もね、上げてますんで、まあ、最近ね、ちょっと編集したりしてるし、Facebook とかも、ブログとか、いろいろやってますんで、メルマガもね、やらなきゃいけないんですけどね。ですので、なかなかね、時間がないので、まあ、YouTube でアップしてる動画とかですね、それを、シェアしてるだけなんですけどもね、メルマガとかもね、Facebook。でもね、にしてもね、やっぱり時間かかるんですね。はい。まあ、それはいいんですけれども、で、まあ、服ですね、一日ね、まあ、正直言って、まあ、取りだめしてますね。プロのね、テレビ番組もね、2本撮り3本撮りしてる番組もね、あると思うんですけど、本当に取りだめしてますね。はい。ですんで、その一番下の中学生のね、弟さんが、この服とこの服は、同じ服だからきっと同じ日に撮ったんだ、みたいなことをね、見てると。そういう見方をしてるんですよ、みたいなことをね、お母さんもおっしゃってましたけども、お母さんにも言ったんですけど、その通りです。取りだめしてるんでね、その弟さんの見方、正しいです。合ってます。はい。同じ服の場合はですね、同じ日に撮った可能性が高いです。まあ、あとはですね、まあ、気に入ってる服とかですね、あとまあ、一番上にある服というかね、洗うじゃないですか。服洗って、で、まあ、なんていう、乾いてちゃんと、で、で、畳まれて、出来上がり。で、上から取るとめんどくさいんで、そのまま同じ服を着てしまうという可能性あるもんで、まあ必ずしもね、同じ服だからといって同じ日に取った
人はね、限んないですけど、ほとんど合ってますね。はい。さすが、その弟さん相当見てるなと思いましたね。素晴らしいと思いましたね。はい。はい。でですね、まあ、この動画ね、いろんな方見ていらっしゃるとか、ですけれども、この、プレゼントしてくださった方、偶然、先日お会いしてくださった方に、メッセージなんですけども、僕思ったんですけどね、なんかね、決めポーズを、考えてほしいかなというふうに思ったんですね。できたらでいいですけどね。で、1個じゃなくてもいいです。2個でも3個でも4個でもいいですけども、ですね、例えば、宮迫さん。まあ、宮迫さん、ちなみに私、同じ年なんですけどね。まあ、それはどうでもいいんですけどもね。知り合いじゃないですよ。同じ年っていうだけで。宮迫さんは、なんだっけ、宮迫です。みたいなのあるじゃないですか。まあ、最近あんまりやってないですけどね。あと、松竹の翔平さんですが、翔平さんはメガネが今ないですけど、なんかメガネがして、翔平、なんだっけ、翔平ちゃんみたいなのあるじゃないですか、なんか。あとは三平さん、三平ですとかあるじゃないですか、なんか。まあ、あと何？名前を自分の名前言わないでパターンでも、大悟、メンタリストの大悟じゃない方の大悟。なんか、ウィッシュってあるじゃないですか。ウィッシュってどうでしたっけ？ちょっとごめんなさい。ウィッシュみたいなのあるじゃないですか。なんか、あんな感じで、あると、まあ、たまたま今回みたいにリアルでですね、お会いしたっていう時でも、のりまさですみたいな感じでやるじゃないですか。そうすると、わーって、喜んでいただけるんじゃないかなと思って、今回ね、弟さんちもね、友達連れていっぱい、来たんですけども、何もね、できなかったんですよね。そういう決めポーズも何もないし、ネタもないしね、そうですね。なんかそんなのがあればいい。で、サインだって、サインはね、一応ね、実は、前にですね、その通じ道でお会いした方がいた後に、ちょっとこれ考えようかなと思った、それね。なんか、求められた時にですね、考えられてなかったら、名前書くだけじゃないですか。だもんで、考えました。はい。昔、絵を描いてたんで、ちょっと、イラストっぽくね、なんかね、やろうかなと思ったんですけど、まあ、それはいいんですけど、なんか、決めポーズがね、あると、なんかね、ギャグでもいいんですよね。だから、何、古いんですけど、さんまさんのやつ、ダメ、ダメとかあったじゃないですか。あと、たけしさんだったら、すっすごい古くて申し訳ないですけど、皆さんが生まれる前かもしれないですけど、冗談じゃないよとかってあったんですよね。まあそんなのもいいんですけどね。で、自分で考えようと思ったんですよ。でも、なんか考えていただいて、それをやった方がまたね、共有できて面白いかなって思ってですね、勝手に。もちろん時間がある時でもいいですし、別に、無理なら無理でも OK ですし、あとまたね、いつお会いできるかもわかん、ちょっとね、また来週じゃなかった、今週からね、ちょっと仕事忙しくなるんで、ちょっとね、またいつお会いできるかわかんないんですけどもね、まあ、アメブロの方のまたメッセージいただければね、連絡を取れると思うんですけども、まあ、いずれにしてもね、そういう形でね、なんかね、なんか考えていただければ楽しいかなって思ってですね、お願いをですね、させていただきました。いかがでございましょうか。はい。そうすればそれね、比較的忘れなければね、動画のたびに毎回やればね、なんか面白いかななんて思って。アリーさんで言えば、じゃあまたっていうのがあるんですけどね、最後でね。あとなんだろう、めぐいさんだったら、俺が俺にオンデマンドってあるじゃないですか。なんかそんなやつですね。はい。一個に絞んなくていいですね。はい。二個でも三個でも四個でもね、やっていただいて、私がそれを聞いてですね、ちょっとこれ、ちょっとごめんなさい、勘弁してくださいと、恥ずかしいなっていうのがあればね、あれなんですけど、まあ恥ずかしいっていうか、なんか、簡単なやつですかね。はい。考えていただければね、楽しいかなと思います。なんか楽しい。いいじゃないですか。なんかワクワク、ね、して、来ませんか？わかりませんけどもね。はい、ということでございます。はい、ということでありがとうございます。今日ですね、ご紹介した商品は、ハンターハンドのクラフィカのフィギュア、そして、この先日お会いした視聴者さんの方へのお願い、などなどでございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。